カブカブパラダイスは,はみみ会員さんを募集中です詳しくは右上のバナーをクリッククリックはいカブカブパラダイスです個人投資家の個人投資家による個人投資家のためのチャンネルですそれではまず今日の日経250円下げましたね で前日のダウンが反落していたんですよね。アメリカの長期金利が上昇して、それを嫌気したということになっていて、この話はね、もう何百回したんだよということで、もう飽き飽きしてるようなね、話ですけども。で、日経もその流れを受けて、まあ3日ぶりにね、反落したということになりましたが、で、この日経のチャートを見ると、 75日戦にね、まあせっかく近づいていたところをちょっと下がりましたけども、まあでもね、陽線できたので、まあまあそんなにはね、悪いチャートではないかなという気はね、しますけどもね、まあ少しずつね、下値を切り上げながら調整しながらね、こう上げてくれるようにも見えるし、まあそうは言っても明日はね、金曜日なので、ちょっとね、厳しいかもしれないという見方もありますが、うん、まあどういうふうになっていくかね、見ていきたいと思います。ついて グロース市場のア指数ですけども、はい。グロース市場のね、ア指数も、まあ、今日ね、ちょい下げで0.6%下げたんですけども、まあ、こちらもね、要線できるので、まあ、そんなにね、まあ、悪いチャートにはなっていないんですが、まあ、75日線のところまでね、せっかく近づいたんですけども、ちょい下げしてしまったということになり、ここをですね、元気よくね、抜けていくのは、明日以降にね、お預けと。 いうことにね、なりましたが、うん。とにかくですね、ここをね、ガン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 上の方にね、抜けてほしいと思います。頑張ってください。以上、慈愛関連でした。ついて、時価総額トップ10ですけども。はい。 当初のね、時価総額トップ10なんですけども、今日はね、250円下げた割には、半分が上げて、半分が下げたということに、ね、なったんですよね、うん。で、一番上げたのがですね、この NTT なんですが、なんと1.7%も上げているんですけども、それでですね、なんとね、年初来高値をですね、更新しているんですよね。うーん。ちょっとね、びっくりなんですけども、すごいな、NTT ってわけで、うーん。なかなかのですね、これ上げっぷりだなと。 いうふうに、ね、なっていますけども、うん、で特に、ね、何か、ね、こう新しい材料を NTT 側が、ね、出したというふうには、ね、見えなかったんですけども、でね、今、ですね日経新聞が、ね、ちょっと、ね、特集してますよね。うん、でこれはね昨日の19日の朝に出していた、まあ、記事ですけども、これは 1NTTA 終わらぬ再編ということで、ドコモと NTT データを軸にして非通信の育成をと,というような、ね、記事が出ていたんですけども、 まあこれにね、少し反応したのかちょっとわかりませんけども、それよりもね、僕が面白いと思った記事はですね、今朝出ていたんですけども、NTT が狙う逆襲っていうことで、半導体もね、すべて光にというふうにね、書いてあるんですよね。うん。で、死の谷超えるかということなんですけども、今ね、光半導体っていうのをですね、まあ NTT がね、開発しているということで、 電力のね、効率が100倍以上になるとか、それからですね、データのね、伝送効率も125倍になるとかね、まあそんなようなね、ことが書いてあって、まだね、今開発中なので、あとね、10年ぐらいはね、かかりそうな感じでは書いてあるんですけども、まあでもね、かなりね、夢がある話かなというふうにはね、思いましたけどもね。うん。で、まあ、光半導体の話は前から出ていて、これね、今年の1月の話ですけども、まあ最近はね、日本の技術力がですね、ちょっとね、落ちてきているということで、かなりね、寂しい感じになっている中で、 で日本にもね希望がねまだまだ持てるかなという感じにはねさせてくれますけどもね頑張ってほしいと思います続いて直近の ipo ですけどもはい 直近の IPO はですね、今日ね、クソ試合の中でですね、なかなかね、頑張った銘柄がね、まだまだありましたね。毎日見ているこのね、M&A 総研なんですけども、なんとね、5%上げて、ここでね、強い陽線が出たので、まだまだね、こう頑張れそうなね、感じになっていますよね、これね。うん。この間ね、急落したところで拾った人はですね、本当にね、良かったかなと思いますけどもね、うん。なかなかね、M&A ね、頑張ってますね。はい、よろしくお願いします。続いて、 エギーカラーなんですが、はい。エギーカラーね、昨日結構ね、下げたんですけども、今日はね、またまた反発してくれて2、2%以上上げたということにね、なりましたね、うん。はい。おめでとうございます。こちらもですね、いい感じでね、下根を切り上げながらね、整えて、上の方にね、向かっている感じになっているので、よろしくお願いします。頑張ってください。続いて、マイクロハちゃんなんですけども、はい。マイクロハちゃんはですね、残念ながらね、4%以上下げたんですが、うーん、まあ、ここのとこね、3日連続で陽線でね、上げて、 できていったのでちょっとね、お休みかなという感じにはね、なりましたけども、しかしまだまだですね、ここのね、前回の高値をですね、なんとかね、うまい具合にですね、抜いてほしいなというところで、虎視眈々とね、狙っているようにも見えるし、どうでしょうかね、頑張ってほしいと思います。続いて、今日ね、またまた1社ね、上場しましたよね、ビジネスコーチ9562ですけども、うん。で、こちらはですね、なんとストップ。 プイスでね、ねねね終わってししままいました、ね、残念ながら、ねうん、でよりはね、結構高く始まったんですよね。公募価格のね、2倍近くで始まって、そこからね、まあ、どーんとね、上げたのは良かったんですけども、その後ですね、まあ、何代間にも分けて落ちてきたということに、ね、なってしまいましたが、うーん、まあ、いかにもですね、IPO らしいね、動きではあったと。 いうことにはねなりますけどもでこちらのですね事業内容は昨日もお伝えしましたがトップマネジメントからビジネスパーソンまでを対象としたビジネスコーチングおよび人的資本開発に関するプログラムの提供ということなんですよね、うん、まあコーチ屋さんですよね、うん、で想定の時価総額がまあ22億円程度ということでまあ、かなり、ね、小規模なものだったと。 いうことなんですけども。で、公募価格2070円に対して、初値がね、4155円ということで、2倍ちょっとでね、寄ったんですよね。うん。なかなかね、2倍ぐらいで寄ると、最近の IPO はですね、そこからね、結構ちょっとね、落ちてくるということになりがちなんですけども、今日もね、そういうふうになってしまったということにはね、なりましたが、うん。で、当選の株数がね、30万株ちょっとということだったんですよね。うん。で、ロックアップがね、180日間ということで、ここね、ガジガジなんですけども、なので、まあ、 結構ね、高く寄ったのかなという感じにはなりましたが、残念ながらですね、そこからね、大きく売られて、まあ、ストップエスになったということになりましたが、うん、こちらもね、明日以降どういう値動きになっていくかね、見ていきたいと思います。頑張ってください。続いて、新ネタ。新ネタのコーナーですけども、まずはね、ビリングシステムなんですが、はい、ビリングシステムですね、なんと今日ね、ストップ高で引けましたね。はい、おめでとうございます。うん。 で、ビリングシステムといえばですね、はるか昔の出来事ですけども、QR コードのね、アプリのね、ズナップっていうのがね、あったんですけども、うん、で、それのね、思惑でですね、ものすごいね、上がった時期がね、あったんですよね、うん。まあ、それでね、僕はですね、結構ね、楽しい思いをしたわけなんですけども、その時にね、プロさんとかね、まあ、いろんな方にね、お世話になったわけなんですけども、うん。で、今日ね、久しぶりにね、ストップ高になったのは何があったかというと、こちら。国民 納付業務のの受託についいてというものだったんで、すすよね、うん、はいいおめででとうございますでこれはどういう話かというと、厚生労働省がね、公募入札していた、スマホでのね、国民年金の納付の受託業務っていうやつと、前払い方式での国民年金保険の、まあ、受託の委託業務、うん、でこの2つに関して落札したと。 いうことなんですよね。で、2023年の2月から取り扱いを開始します。ということだったんですよね。はい。おめでとうございます。というようなことがあってですね。まあ今日はね、時価総額もね、そんなに大きくない。ということで、ビリングシステムがね、久しぶりにね、ドーンと買われたんですよね。はい。おめでとうございます。いやー、本当にね、もう懐かしくてね、僕は涙が出てしまいましたが、うん、頑張ってほしいと思います。ついて レオパレスなんですが、はい。レオパレスはですね、なんと今日ね、ストップ安に張り付いて割ってしまったんですよね。うん。で、これはね、何があったかというと、おそらくね、これに反応したかと思われるんですけども、デイリー新庄がね、こういう記事をね、載せていたんですよね。レオパレス幹部が告発する入居率工作と家賃未回収額の激増の実態と。 いうことで、経営陣がね、主導っていうふうにね、書いてあるんですよね。うん。まあ、ここにな、ね、いいろいろとですね、ちょっとね、厳しい感じのことがね、書いてあるんですよね。うん。まあ、おそらくね、これに大きく反応して下げたのかな、という感じに、ね、なっているんですけども。まあ、もちろんね、記事に関しての審議はですね、まあ、わからないんですけども。で、今日の大引け後に、まあ、一応ね、レオパレスの方からは、IR が出て、当社に関する報道についてと。 いうことで、実無根の内容ですと。で、まあ、当社の見解は以下の通りです。ということで、まあ、一つ一つについてねまあ説明がされているというふうに、ね、なっているんですけども、うん、ということで、今日はね大きく売られましたが、明日は少しね反発して始まるのかなと。 いう感じになるかもしれないんですが、そっからどうなるかはね、ちょっと読めないんですよね。<laughs> まあ、この記事がね、正しいとしたとしても、何か法的にですね、こう、まずいことがあるのか、それともね、道義的な問題だけなのか、何なのか、そういうものもないのか、 まあその辺はですね、ちょっとね、今んとこよくわからないので、まあ今後どうなるかね、かなり気になりますけども、ひょっとしたらね、また第2弾っていうのがね、来週くらいにね、出る可能性もなくはないので、で、レオパレスといえば、以前ね、大きい問題があって、かなりね、こう株価を下げたと。 いうことがあったわけなんですけども、そっからね、いろいろですね、こう改善が見られて、かなりですね、株価もね、上がってきたということになっていたんですけども、ん、どうなっていいかね、見ていきたいと思います。続いて、3倍を、なんですが、はい。 昨日ですね、サンバイオの話をね、この動画で、まあ新ネタのコーナーでやったんですけども、今日も引き続きね、新ネタということでやらせていただくんですけども、昨日ね、本当にですね、こう、たまたまね、そろそろね、厚生労働省の審議会での議題にね、ひょっとして乗るんじゃないかと。 いうようなことで動画で取り上げたんですけども、なんとですね、今日のね、大引け警をね、まさかね、僕の動画を見たわけではないと思うんですけども、こういうものをね、サ倍音がね、出してきたんですよね。国空内 SB623 製造販売承認取得の状況についてというものをね、出してきていて、で、ここに書いてあるのが、今期中の承認取得はないものと判断していますと。 いうことだったんですよね。で、承認時期は当社で決められるものではありませんが、承認審査の対応に引き続き、全社一丸になり、全力で取り組み、来期中、一日でも早く皆様に承認取得のご報告ができることを目指します。というふうにね、書いてあるんですよね。うん。なんてこったいっていうね。起 <laughs> 動ね、ほんとたまったまね、取り上げたら翌日にね、そんなの無理だよっていうのをね、自らね、出してきたと。 いうことで、うーん、なんちゅうこっちゃいっていうことなんですけども、で、まあ一応ね、理由がここに書いてあるんですけども、で、今回、生産関連の審査に対する当社の従前からの対応がより具体化し、まだ時間を要することが分かったためというふうにね、書いてあるんですよね。うん。で、まあここだけ素直に見ればですね、まあ、生産するのに、まだちょっとね、もっと頑張んないとね、うまくいかないんだよと。 いうような感じに取られていて、まあ、薬の、ね、内容についてまあ、触れているわけではないんですよね。ここだけ読むとね。うんというようなことで、そのね薬の効き目とかなんとかっていうことではなく、まあ、生産に関してまあダメなんだっていう感じでね、まあ、自分で書いていると。 いうことなので、まあ、ストップ安をね、ずっと連発するような感じではないかなというふうにはね、思いたいんですけども、ん、まあ、いずれにしてもね、ちょっと商人がですね、年代はもう無理だという話になっているので、まあ、こらえきれない人はですね、まあ、明日でね、こう、さよならするかもしれないですし、まあ、ちょっとね、どういうふうになっていくかね、安いところをね、拾いたい人もね、結構いるとは思うので、うん、その辺ね、気にしてみていきたいと思います。以上、新データのコーナーでした。ついて、10月20日に注目と言っていた中で、 まだお話ししていないのがですね、まずこのね、バンクオブイノベーションなんですが、はい、バンクオブイノベーションやりましたね、今日もストップ高でカきました、はい、おめでとうございます、うん、いやー、なかなかね、良かったと思いますけども、で、こちらですね、昨日もお話をした通り、このね、メメント盛 いいいううでですねねね新しいねゲームがな、ね、なかなか好調だということこ今ですね、このね、iPhone の日本のですね、ゲームのね、アプリのセールスランキングがね、3位に入ってるんですよね。うん。今現在でね、3位に入っていて、まあ昨日の夜ね、一時的にね、4位に落ちたんですけども、またね、朝になったらね、3位になっていたということで、<laughs> 今日またまたね、ストップ高になったという感じにねなっているんですよね。うん。ポケモン k é Go がね、4位で、モンスターストライクがですね、5位なんですよね。うんでそれ いうよりね今上にいるというようなことになっていてですねなかなかねこう大きく買われていると。 いうことなんですけども、で、自社 IP でもあるし、ということでね、なかなか頑張っているわけなんですが、まあでもね、いずれはね、下の方にね、落ちていくのはね、もう間違いないと思うんですよね。まあずっとね、3位をですね、本当に保っていたら、それこそね、モンスターストライク並みにですね、こう売れていくという話になるので、まあちょっとね、そこまではね、ないかなと、実際はね、そんな風にはならないかなという風にはね、まあ思うんですけども、まあ双方だとしても、まあ50位以内をね、ずっとですね、こういるんであれば、時価総額がね、まだまだ小さい IP でもあるということでですねまだまだねこの時価総額の水準をですね訂正するというような株価の、ね、上昇の動きがね期待できるんじゃないかと。 いうふうにはね、思っているんですけども、はい、頑張ってほしいと思います。続いて、ダブルスコープなんですが、はい、久しぶりにね、ダブルスコープの話をしますけども、今日ですね、3.8%上げてということで、大きくね、下げてからですね、徐々に徐々にね、こう、上げているんですよね。うまいことね、調整しながらね、上げていると。 いう風になっていてですね、今日もね、合いが悪かった割に4%近く上げているということなんですよね。うん、もうね、韓国の、まあ、子会社のですね、上場の話とはもう切り離されて、まあ、一人でね、動いている感じにはね、見えますけども、うん、ということでね、まだまだですね、この上の方にね、登っていけるのかどうかということをね、注目していきたいと思います。以上、10月20日の注目銘柄でした。続いて、10月21日の注目祭。はい バンクオブイノベーション、ビリー、M&A 総研、ダブルスコープ、花ツアー、エニーカラー、ジャル、高取メンタルヘルス、ビジネスコーチ、アイスタイル、キャンバス、竹内製作所、FIG、エーザイ、プレイド、ステムリム、川崎汽船、クルーズ、インクルーシブ、サンバイオ、マイクロ波、明治海運、YS フード、 レレオパレスこの辺を中心に見ていきたいなと思ってますそれではここで「株価パラダイス成長パートナーシッププログラム」にご賛同いただいた皆さんのお名前を表示させて頂きます本当に本当にありがとうございます皆さん一緒に成長していきましょう今後ともよろしくお願いいたします それではチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた会いましょう。じゃあね、バイバーイ。